コークスタジオライブ with ュージーンズパワードバイスポティファイが6月4日都内で開催され5人組ガールズグループニュージーンズがビット ETA など5曲を披露。ニュージーンズのファン、バニーズが熱狂しました。動画で見るニュージーンズのライブフルコカ・コーラのグローバルアンバサダーを務めるニュージーンズが1曲目に披露したのはコカ・コーラマシッタ。 コカ・コーラ美味しいのフレーズが印象的なゼロ。オープニングムービーでロゴが大写しになる中、練習中の怪我で活動休止中のヒインさんを除くミンジさん、ハンニさん、ダニエルさん、ハイリンさんの4人が登場すると、会場のボルテージは最高潮に。4人がソファを使ったパフォーマンスとキレのあるダンスを披露すれば、バニーズからも息の合ったコールが巻き起こり、 会場の300人とニュージーインズのメンバーが一つになってステージを作り上げていくようでした。また、ゼロ、の直後には民事さんのネックレスをハンニさんが直してあげる様子も見られ、普段からのメンバーの中の良さも伺えました。続いて披露したのは SNS を中心に世界的なムーブメントを巻き起こした、ビット250リミックスバージョン。ハンニさんが、この曲知ってますか と呼びかけるとイントロからバニーズは大盛り上がり、ダニエルさんらがファンの元へ駆け寄ってハイタッチする中、民ジさんが皆さん一緒に歌ってくださいと呼びかけてマイクを向けたり、手を振ったりするとバニーズもそれに応えるように声援を送っているのが印象的でした。またクールな表情で歌唱していたハイリンさんの元へハンニさんが近づき、二人で見つめ合って微笑むという非常に微笑ましいシーンもあり、 バニーズにとってはたまらない一曲となりました。トークでは一人ずつ挨拶をしていったのですが、ここでなぜか民ジさんが隠し持っていたサングラスを装着。かっこいい姿でピースを決める民ジさんにファンは大歓声を上げていました。3曲目はセカンド EP、Get You のリード曲、New Jeans ーーを披露。カートゥーンネットワーク、パワーパフガールズとのコラボメガボルトが話題を呼んだ一曲ですが、 グループの持ち味である柔らかい雰囲気はそのままに、レッツゴーの掛け声を皮切りにキレのあるダンスを披露する様子に会場中が見入っていました。4曲目は到着予定時間を意味する言葉、ETA。印象的なメロラインと可愛らしいメンバーの表情にバニーズたちはメンバーの名前を全力コール。最後の決めポーズはしっかりとピースを決め、バニーズからは韓国語での声援も飛んでいました。 時間があっという間ですよね。あと最後の2曲ですと民事さんの MC を挟んで、ハンニさんからのヒントを経て5曲目に披露したのは、爽やかなサウンドが話題の CM ソング、バブルガム。パフォーマンス直前にはハンニさんが最前列のファンにハイタッチをするサービスもあり、会場から悲鳴にも似た歓声が上がる中、メンバーたちは戻ってきたハンニさんと微笑み合いながらパフォーマンスをスタート。 歌唱力抜群のハイリンさんのボーカルと、髪をかき上げる仕草がセクシーなミンジさん、キュートな笑顔で会場を虜にするダニエルさん、キレキレのダンスパフォーマンスの中でファンサービスをし続けるハンニさんと、ニュージーンズの魅力がたっぷり伝わるパフォーマンスとなりました。最後に披露したのはメガボルト公開から2週間足らずで1275万 YouTube 再生をマークしているハウスウィート。 今まで披露したことのないヒップホップという位置づけの本楽曲ですが、息の合ったダンスと歌唱にファンはその姿をしっかり焼き付けていました。バニーズがアンコールを求める中、4人は、時間がちょっと、過ぎるのが、早いですね、聞きたい曲ありますかどうしようかな、と質問しつつ、今日皆さんとステージを楽しむことができて本当に幸せでしたと民事さん。 時間の都合でアンコールは叶わなかったものの、ステージから退場するギリギリまで手を振ったりハートマークを送ったりとファンにその愛を伝えていました。一夜限りの特別な夜を過ごしたニュージーンズとバニーズたち。会場にはニュージーンズをイメージしたドレッサーやネイルができるブースも設けられており、メンバーが選んだアイコンをネイルするファンやニュージーンズへの愛をコメントに残すファンの姿も見られました。キー